はい、で今からこちらの爬虫類と両生類の館に行きたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでここからは僕とパパトカゲが解説をしていきます。はい、入ってすぐのところにはミシシッピーワニの全身骨格がありました。うん、これはこれはホウシャガメかな、うん、向こう向いてるね。寝てるのかな、全然動かない。でこれが子供、うん、ドラゴンフルーツみたいなのが置いてあった。これ左皮むけちゃってるのかな。これは何ガメ？これもホウシャガメじゃない？これが、うん、中国原産のワニ、ヨウスコウワニ、うん、絶滅危惧種に指定されている珍しいワニで、でも保護は一応されているんだよね、うん、これ、うん、で水中から見てみると、うお、歯が並んでいます。牙あんまり出てないね。うん、実はなんかアリゲーター科に属してるワニって、うん、上の歯しか出てないの、うん、そうなんや、うん、でこれは鯉がいっぱい泳いでるのかな、うん、その奥にはもう一匹ワニがいました。二人ともカップルなのかな。これはこれもヨウスコウワニ？うん、いやでもこんなにはっきり見るの珍しいかも。うん、繁殖頑張れよ。続いてこちらが、うん、ミシシッピーワニというワニです。別名アメリカアリゲーターと言います。でこのワニは名前の通り北米原産のワニで、こちらもアリゲーター科に属しているワニです。顔が U の字になっているのがアリゲーターで、うん、V の字になっているのがクロコダイル、うん、なるほど、皆さんも覚えておきましょう。あ、とんがってないね。うん、しかし迫力あるね。尻尾が縞になってる。ほんとだ。うん、続いてこちらがローゼンバーグオオトカゲというオオトカゲです。ちょっと変わった名前のオオトカゲですね、うん、こちらはシナワニトカゲというワニのような体をしているトカゲです。これ可愛かったね、うん、でこの水槽の中には4匹ぐらいかなシナワニトカゲがいました。本当に小さなドラゴンっていう感じやね。出ました、グリーンイグアナです。下から足がオレンジ色、うーん、ライトの光で反射してるのかな、どうなんだろう。もしかして個体差によるものなのかな。これはおお、ここにもいました。お、下を見てるよ。もしかしてオレンジイグアナとグリーンイグアナの合体イグアナとか、そんなわけないよね。おお、首振りダンスした癒されるな、可愛いんだよな。続いてこちらがエメラルドオオトカゲというエメラルドグリーンの体色をしたオオトカゲです。綺麗だね。うん、
大きいトカゲってあんまり色の綺麗なやついないけどね。ワニっぽい。これが青細オオトカゲというオオトカゲの仲間。木にしがみついてのんびりしてる。これがアフリカ原産のオオトカゲ、ナイルオオトカゲです。おお、気持ちよさそうに泳いでるな。温泉使ってる気分なのかな。こちらはミズオオトカゲです。東南アジアなどに生息しているオオトカゲの仲間です。デブ？いや、デブくはないでしょう。手がなんか下向いちゃってるよ。これがアカハライモリで、こちらがヒキガエルです。ここにもいました。こちらがイベリアトゲイモリという、またまた変わった名前をした種類のイモリです。こちらがアフリカツメガエルのアルビノバージョンでございます。結構大きかったよね。うん、おお、みんな太っちょ。食べ過ぎでしょ。出た、ワニガメです。これはでかかったね。うん、もう本当にワニガメ、どうしてもガメラにしか見えない、うんうん、これは完全に怪獣だね。こちらが日本スッポンです。僕もこの間野生で捕獲してきましたけど、最終的に逃がしました。これも絶滅危惧種？うん、絶滅危惧種の日本スッポン。こちらがアメリカに生息しているトカゲ、アメリカ毒トカゲです。噛まれないように注意しましょう。こちらが三つ指ハコガメというカメです。続いてこちらは青ジダトカゲです。このトカゲはどこの国にいるのかな。オーストラリアとニューギニア島のトカゲ。これはなんだ。ボールパイソンだね。しかしでかいね。はい、ということで今日は、天王寺動物園の中のアイファーという爬虫類コーナーに行ってまいりました。すごくおすすめなので皆さんもぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。